ジムの中でやるトレーニング方法だったりテクニックだったりボリュームだったりレスト時間だったり種目選びだったりそういったことに関しての、ね、基本的な理解がある人ね結構多いと思うんですけどトレーニングなんてね筋肉をつけるにおいてもうせいぜいね10%ぐらいです他の90%はね皆さんもちろんジムに住んでるわけじゃないので家事したり仕事したり飯食ったり寝たりとかねしてるはずですジムの中でやることを徹底させるのももちろん重要なんですけどいつも言ってます ジムの中でやることは筋肉にダメージを与えて筋肉がでかくなるきっかけを作るだけですので実際にねそのダメージを与えた筋肉がでかくなってくれるかどうかは 他のねジムの外であなたがやることによって決まってきますですのであなたのせっかくのジムでのハードワークを無駄にしないために皆さんがね少しやりがちな金ひだを妨げてしまうことをねいくつか紹介できたらなと思うのでぜひね最後まで聞いてもらえたらなと思います僕のフォロワーさんだいぶ若い年齢層の方も多いので一番ね初心者さんがやりがちなね間違いからまず話していきますでそれは何なのか空量が圧倒的に少なすすぎるですこれ驚くことにね僕も去年までこれでした バルクアップは、ね、いけないものだっていう風に思い込んでアバウトな感じでメインテナンスカロリーだけを、ね、摂取して、まあ、体脂肪率を、ね、増やさずに比較的リーンな、ね、体を保ちながらでかくしていくっていう、まあ、アプローチこれ英語圏のフィットネス界ではメインゲーニングっていうんですけど、まあ、この、ね、メインゲーニングばっかりやってバルクアップから逃げてずっといたんですけど、まあ、もちろん、ね、これでね僕は、まあ、ある程度でかくなりましたし強くもなれたんですけどもしねちゃんと計画的に カロリーをね計算してバルカップしていたらもう圧倒的にね早くバルカップも力の強さもねついたなっていうふうにね若干ねちょっと後悔してますいや俺食ってるよでもお前体重6 0キロじゃんもっと食えってまあでもね初心者のうちは毎日ジャンクフード食いまくってパーティーしまくってねアルコール飲みまくって股間やりまくってもちょっとねまともなトレーニングしていれば筋肉はねついちゃうんですよなののでよし俺のやっっってててるることは合ってるっていう風にね 思い込んじゃうかもしれないんですけど結局はね消費カロリーを摂取カロリーが上回らないと体重っていうのはね増えないんですよで体重が増えてないってことは筋肉もついてないってことなんですよなので体脂肪をつけるのにねちょっと抵抗感がある人っての多いと思うんですけどそもそも彫刻するものがなかったら彫刻したところで何も完成しないんですよこれは本当になりたい自分になるためだっていうふうに思って初心者なら最初の1年は極力体脂肪率20%上回らないように バルクとミニカットをね重ねるのがでかくなるには本当に一番です僕結構ガチで初心者の時にこれを僕に強制してくれる人がねいたらなっていうふうにねいだに思ってますもちろんねゴミなものばっかでカロリー稼ぐんじゃなくて栄養価の高い加工されてないね食品からちゃんとカロリー摂取するようにしましょうで2つ目は今話したことの真逆食いすぎてるですもうでかくなるのが待ちきれなくてもう体に詰め込んだ分だけ体がねでかくなれるっていうふうに思ったり 毎日ね5 0 0 0キロカロリー6 0 0 0キロカロリー7 0 0 0キロカロリーね取らないとでかくなれないっていう風に思ってもあくまでね飯を詰め込んでるような人結構ね少なくないんじゃないかなっていう風に思いますまあ勉強だったらねその時やればやった分だけ知識がついたり仕事だったらねやればやった分だけお金がね稼げたりとかしてまあ筋肉もね飯を食えば食った分だけでかくなれるでしょっていう風に思うかもしれないですけど筋肉はねそうはいかないです。 食べ物はステロイドじゃないので、リミットがあります。もし、いい感じのペースで、程よく体重が増えていってるなら、無駄にね、カロリーを増やしたところで、余分にね、筋肉が作ってるわけじゃないです。もちろんね、3ヶ月で500グラムぐらいしかね、増えないようなね、カロリーを食えって言ってるわけじゃないですけど、まあ、せいぜいね、 1>, 1ヶ月 1kg とかね増えているんだったらそこからね余分にカロリー増やす必要はね全くないですちょっとのオーバーカロリーで筋肉をつけるのにはね本当に十分です炭水化物を無駄に摂取しすぎるとインスリン抵抗性が上がって皆さんの摂取した炭水化物がうまく利用されなくなったり脂肪を増やしすぎると女性ホルモンを増やす酵素であるアロマターズが増えすぎて 皆さんのテストステロンがエストロゲンに変換されちゃったりテストステロンの酸性にも良くないのでなんならね体が筋肉がつきづらい状態に、ね、なってしまいますなのでもし体脂肪率20%以上ならマジでバルクアップする必要はないですすでにデブならバルクアップする必要はないです不健康になるだけですでは次もうこれ予想していた人多いんじゃないでしょうか睡眠ですもうこれ毎回の動画で僕言ってます 口の中に入れるものもジムの中でやることも全部徹底してるのにどうにも筋肉がでかくならないこういうね相談してくる人に僕がね真っ先に聞くのが睡眠どんな感じですかって何時間寝てますかっていやちょっと最近携帯スクロールするのがやめられなくて5時間ぐらいかなちょっとね最近遊びに行っちゃって4時間ぐらいしか寝てないかなだから小さいんだよもう僕の睡眠に関しての動画見てください皆さんのテテスストステロンンもも、成長ホルモンも ほとんど皆さんが寝てる間に酸性されます骨密度も下がるので怪我もしやすくなります回復もしづらくなります長時間の質の高い睡眠を取れるように最善を尽くしましょういや一応8時間寝れてるっちゃ寝れてるけど夜中34回ぐらい起きちゃうなっていうなら睡眠の質を高めるためにできることをやりましょう日中ちゃんと日に当たって夜メラトニンが出やすいようにしたり日中に水分補給を十分にして夜ねあまり水を飲まなくていいようにして 極力ね、夜中トイレで起きないように工夫したり寝る前に携帯見るんじゃなくて本読んで体をね、瞑想状態にしたりもうできることをね、やりましょうもしね、夜5時間しか寝れなくて昼に時間ができて家でね特にすることがないならもうその時間を使ってね寝とフりを見ないで寝ましょうもちろん一度に継続して寝れるのが一番ですけどもし睡眠時間がそもそも少ないならそうやって隙間時間を使って昼寝してみたりすることが おそらくね、あなたが筋肉をでかくするにおいてできることの中で一番効果的です。では4つ目です。タンパク質摂取できてるからいいや。これもみんなやっちゃってますね。お、タンパク質十分に入ってるから吉野家でいいじゃん。お、何サムライマック、タンパク質 30g。これでいいじゃん、今日のディナーは。ダメです。1人海外でタンパク質摂取だけを徹底して、残りのカロリーはドーナツだったり、アイスクリームだったり、ハンバーガーだったりので、ね、 ジャンクフードだけで埋めて2 0 0 0カロリーで、ね、減量した人がいたんですけどもちろんカロリー不足の状態を保てているから減量は、ね、できたんですけどもう気分がねクソゴミだったらしいですもうジムに行くモチベーションもない前までは YouTube の動画を定期的に、ね、投稿できていたのにもうカメラの前に立つとブレインフォーグで話せないマクロ栄養素タンパク質炭水化物脂質は皆さんの見た目に影響するミミミクロ栄養素、ビタミン、ミネラルとかは 皆さんの気分に影響する栄養価の高いものを全く食べないで、ジャンクフードばっかり食ってるとこうなるんです。栄養価の高い食品を犠牲にしてまでタンパク質摂取を優先させないように。もちろんタンパク質は多く取った方がリカバリにはいいですけど、特に体重かける。2。グラム以上は筋肥大にね。特別な効果は特にないので、全体的に栄養価の高い食事をするようにしましょう。 では次次タンパク質摂取ときたら次脂質についいて話そうと思います脂質は悪だとか脂質は、ね、カロリーが高いからね避けろとかってねたまに耳にすると思うんですけどそういったね考えは外部からねホルモンだったりテストステロンとかを投与しているようなステロイドユーザーたちがね広めたような考えでそういった方はねもう外部からテストステロンだったりステロイドとかホルモンをねブスブス投与しているので。 自分でねする必要がないんですなのでそういった人たちは脂質をそこまで重要視しなくたってタンパク質炭水化物をね多く取れば問題なしってなるかもしれないですけど僕たちナチュラルはもちろんまれにね睡眠もトレーニングパフォーマンスもね全く影響出ないっていう人ねいるかもしれないですけどほとんどの人からしたら睡眠もゴミになるトレーニングパフォーマンスもゴミになるもう全体的なね気分がゴミになるっていう人がね多いですなんでかそれはそうですよ テストステロンがぶっ殺されるからもうこれはいくつもの研究で証明されてますテストステロンの酸性に欠かせない飽和脂肪酸一過飽和脂肪酸オメガ3とかこういったものがね脂質を摂取しないと取れないことになりますそれだけじゃなくてリカバリーにも脂質はマジで必須ですハードなトレーニングによって破壊された細胞の細胞膜を再構築するために脂質ってのねマジで欠かせませんなのでナチュラルならなおさら 質摂取をね重要視ししてみましょうでは最後ですででもんでやるトレーニング歴がそこそこ長い人で自分のやってることに自信のある人なら勘でやっても構わないんですけど特に初心者ならでやるのは極力避けましょう大体ね何でも「いやなんかちょっと俺ならもうちょっとでかくなれる気がするんだよな」とか「いや俺もうちょっとベンチもうちょっとだけ上がってもいいと思うんだよな」とか「なんか最近トレーニングに対してやる気が出ないんだよな」こういうふうな人ね ほとんど何でも勘でやってます最近どんぐらい寝てんのいやー5、6時間ぐらいかな先週ベンチ何キロで何レップできたのいやちょっと覚えてないな100キロで3レップぐらいかな最近何キロカロリー取ってんのいや数えてないからわかんないねこういう人ですこういう勘でアバウトでやってるようなものをできるだけ排除して トラッキングできるものを極力増やしましまょう。自分のやってることを追跡できればできるほど何を見捨てるのかどこをどう改善したらよりインプルーブできるのかっていうことが明確になりますですけど何でもかんでもかんでやっていたら何を治すべきなのかとか全くわからないまま適当に Going Through the Motion するだけになっちゃうので極力ねトラッキングできるもの毎朝の体重だったりカロリー計算だったりトレーニングノートなり トラッキングできるものは極力するようにしましょう。てことでね、ジムの外で皆さんがやっちゃいがちな筋肥大を台無しにしてしまうものをいくつか、ね、紹介しました。皆さんね、いくつ当てはまっていたかをね、コメント欄でぜひ教えてください。ということでね、えー、今回の動画はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひね、皆さん、LIKE の方お願いします。では次の動画お会いしましょう。See you next time.